70人訳聖書の断片言語別聖書の一覧は、キリスト教聖書の言語別翻訳の一覧を示す。各言語へのリンク先ページには、旧約聖書創世記の冒頭、新約聖書、ヨハネ福音書の冒頭、あるいはヨハネ福音書三章16節などからの翻訳文例も載せている。聖書協会世界連盟によると、世界の三百五十の言語のうち、 692言語で聖書全書が翻訳されているので15億人が聖書にアクセスできることになる。また1547の言語で新約聖書が翻訳されているので8億人がアクセスできる可能性があるという。ウィクリフ聖書翻訳協会によると683の言語で聖書全書が翻訳されていて1534言語で 新約聖書が1133言語でその部分が翻訳されているので合計で3350個どこで聖書の少なくともある部分が存在することになる。語大陸別言語のあい上を順に翻訳を示す。英語など複数の大陸にまたがる言語はもともと発生した大陸内に示す。北アジア西アジア東ア,ジア南アジア西欧東欧上の参照ページは ウィキペディア英語版にある世界の言語別聖書の一覧ページを示す。ありがとうございます。